レントラーは3、4拍子の南ドイツの民族舞踊である。18世紀末頃まで現在のドイツ、オーストリア、スイスにあたるドイツ圏南部一帯で踊られた。13世紀頃から今日のチロル州とバイエルン州の農民が踊っていたベルダーから発展した民族舞踊。二人一組で飛んだり跳ねたりもする踊りである。レントラーの伴奏音楽は 純粋な器楽のこともあれば、ヨーデルのような歌が混ざることもある。19世紀ヨーロッパで舞踏会が一般的になると、レントラーはより早いテンポになり、より優雅さが追求されるようになり、男性はホブネイルを身につけるようになった。これは、ワルツの前身だと考えられているが、系列的にはワルツ、およびウィンナ・ワルツの親戚である。クラシック音楽では、ベートーベン、 シューベルトラもレントラーを作曲している。また、ブルックナー、マーラーは、自身の公共曲の部曲楽章で、通常のスケルツォの代わりにレントラーを採用した。ベルクが、バイオリン競奏曲で引用したケルンテンの民謡もレントラーであり、オペラ、ボチェックの第二幕でもレントラーが演奏される。モーツァルトやハイドンのドイツ部曲もレントラーに似ている。ブリテンのピーター・グライムズでも、 舞踏会のシーンでレントラーが演奏される。映画サウンドオブミュージックではマリアとトラップ大佐がレントラーを踊る。ありがとうございます。